ワン、ツー、スリー、フォー、レッツゴー、さあ行こう。どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレビのガズです。はい、お知らせ、2019年2月16日ガズレレ初登場の広島でレッツゴーサイコーツアーやります。皆さんいろんな曲ワイワイ弾いて歌ってウクレレで思いっきり楽しみましょう。ウクレレ持ってきてくださいね。ガズレレのイベントはウクレレ持ってきて一緒にやるんだからね。私の演奏聞く会じゃないですよ。みんなと一緒にやるわけですから。はい、その翌日2月17日、博多、福岡、行きます。こっちもガズレレ初登場なんです。九州は行ったことあるけど、なぜか博多はやったことなかった。博多の皆様、ウクレレ持って駆けつけてくださいね。はい、これはですね、ほんと。今年は本当いろいろね、もうやっていきますんで、初登場、今までやったことないことばっかりやる、そっちの方もお一人様も大歓迎、お友達、仲間、同僚、家族、それはもうもちろんグループも大歓迎。とにかくね、やっぱりウクレレで一個の曲をみんなで弾く、これ楽しいですからね。待ってますよ。でその先に何があるか、はい、9月1日夜音でガズレレがあります。まあそれで景気づけに練習して、なんか仲間と一緒に夜音でやりましょう。そのご案内ももう近々、公開、大公開になると思うんですけども、まあとにかく今回はですね、初開催のところでガズレレ2カ所連続っていうことは、まあなかなか興奮しているわけでございまして、皆さんよかったらまあ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、では、最新情報こちらご覧になってください。バイバイ。はい、ガズレレホームページどんご覧になってください。ガズレレホームページを見ていただいたら、いろんな情報盛りだくさん。はい、ホームページのリンクここに貼っておきます。でガズさんですね、いろんなイベントやっております。で最新情報からここにバーッと書いておきますけど、博多、広島 と、福岡行きますからね、2月はお待ち、お待ちな、お待ち、もうそのあたりの方も大集合してください。ウクレレ持ってきてよ、ウクレレ持ってきて一緒に歌いましょう。お一人様も大歓迎、私もいるから安心してください。楽しいですよ。でいろんないい話もするし、皆さんの質問にも答えるし、まあとにかく楽しい。でこういうイベントどんどん、さっきの下に続いていくんですけど、三重とかね、そっちの方に行くんですけど、この先また日本中行きます。どこまで行くか、最後2019年9月1日にドーン、日比谷の夜音ガズレレ決定しております。この辺の詳細もうちょっとしたら大公開します。ちょっと楽しみに待っといてください。夜音でガズレレですよ、これやばいことになりますけどね。はい、それでですね、はい、こちらドーン、ガズさんね、 CD も出してます。 CD っていうのは2枚組で、1枚の CD は作品としての CD、 もう1枚はその作品の質の CD が弾けるようになるレッスン動画ということで、 CD はね、YouTube でも全部公開してレッスン動画も上がってます。その CD のこと、レッスン動画のこと全部ここに一目にして CD の関係のことまとまってるんで、ぜひ聴いてください。めちゃくちゃかっこいいですから。今流れてる BGM もその CD から見れます。コードは4つか5つくらいでできちゃうっていうやつですね。はい、この CD もよろしくお願いします。あとね、本いろいろ出してます。はい、主婦の友社から出てるめちゃくちゃいいこと言ってるガズレレの、スピリット、私がどういうこと、私は白血病で骨髄移植したりとか結構すさまじいんです。その中で楽しみを、拾ったぞというのはこの本で、はい、こっちはヒットミュージックから出てる日本で一番今売れてるウクレレ教則本、超簡単版です。これめちゃくちゃ分かりやすい。はい、こっちはガズレレ歌もシリーズもとうとうボリューム5まで来ました。こちらも累計3万部を超えてる売り上げを誇っていまして、なんで売れてるかというと、めちゃくちゃ分かりやすく簡単だからです。はい、ありがとうございます。こっちはもう YouTube 完全連動なんでね、ぜひ楽しんでいただけると思うんですけど、そんなこんなでもうガズレレ盛りだくさんです。ホームページ一回冒険してもらうとですね、いろんなグッズ売ってます。このウクレレも売ってますし、こういう水引きも売ってますからね、こうストラップなんかもあります。あー、これはもう大盛りだ。ウクレレで音楽で人生を豊かにしよう。楽しくやろうぜ。バイバイ。また会える人はどんどん会いに来てくださいね。さよなら。音楽楽しみましょう。バイバーイ。チャオ。